はい、みーママです。今日は買い物に行ってきたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。今日もすっぴんでごめんなさい。では購入品紹介していきます。まずこちらの300円均一やったんですけど、名前がね、このお店に行ってきました。300円とか500円とか1000円のものが売ってます。まずこちらの LED コットンボールライトになります。こんな感じ。これ昔モノトーンにハマってる時のお家で使ってたんですけど、このボールの中に LED ライトが入ってて、で炭酸の電池2本で光るんですけど、光らすとねこんな感じになります。寝室に飾ろうかなと思って買ってきました。でこちらはお値段の方1000円になります。続いてこちらのホーローの容器になります。電子レンジも OK みたいなんでいいなと思って、タッパーね結構よく使うので2つ買ってきました。これは1つ500円の商品になります。でこれよりもう一回り大きいサイズもあったんですけど、そちらね600円で売ってました。続いてこちらのデザインストックバッグになります。これは普通にジッパー付きの袋と一緒なんですけど、冷凍保存もね OK みたいです。こんな感じの袋になります。デザインめっちゃ可愛くないですか。ザストックバッグって書いてるんですけど、小物とかをね入れるのにも使えるかなと思って、こういうねストックバッグはもういくらあっても全然使えるので、ちょっとね使いたいと思います。こちらは15枚入って300円でした。続いてこちらのアクセサリースタンドになります。でねこんな感じで開くようになってて、でこう立てれるんですけど、ここにネックレスやったりとかピアスがつけれるようになってます。なのでこれにかけて飾ろうかなと思います。でこちらは1つ600円の商品でした。続いてこちらプラザにも行ってきました。まずこちらのプルルンのフェイスマスクになります。これね動画で紹介したと思うんですけど、今回ねリピートで買ってきました。超極厚ふっくらシートになってて、私はねさっぱり系の透明感タイプを買ってきました。リピート商品ですね。1620円でした。続いてこちら節付き眉バサミになります。これそうなんか普通にまあ欲しくて買ったんですけど、いつもはハサミでカットするんですけど、この櫛がついてないんで結構こうバラバラにカットしちゃって、たまにこう剥げたりするんで嫌やなと思ってちょっとね買いました。こちらの値段は900円でした。続いてこちらのマリーネイルズのハンド&ボディローションとキューティクルオイルになります。これなんかネイルを美しく見せる本格ベースケアって言って、ネイルサロン監修のハンドクリームでボディにも使えるみたいなんですけど、さあ今回ねネイルを変えてきました。今回はもうちょっとシンプルに普通のフレンチにしたんですけど、毛のねシワがすごいんですよ私。それがめっちゃ嫌で、毛のケアをちゃんとしっかりしたいなと思って、このねネイル専用のハンド&ボディケアと、こっちはねキューティクルオイルになってるんですけど、爪のここにねオイルを塗るタイプになってます。見た目もめっちゃなんかちょっとおしゃれで、はい、ハンドクリームの方は開けるとこんな感じになってました。かわいいですよね。このねキャップを硬っ、え硬っ、なんかどうやって開けんの、え硬っ、赤い見た、開きました。ここをこのキャップ取って、このポンプをね刺して、こんな感じですね。店でもね濡らしてもらったんですけど、やっぱりさっぱりした感じのテクスチャーになってます。で匂いもすごいなんかいい匂いするし、何の匂いなんやろうこれ、ネローブリーズの香りがします。だからねすごい匂いもいい匂いします。するとねこんな感じです。こっちのキューティクルケアの方は開けるとこんな感じになってます。リップグロスみたいな先っちょになってて、これをこのね爪の際の部分にこうやって塗っていくんですけど、これしてるだけでね甘皮が綺麗になるので、ネイルオイルはおすすめです。これちょっとねこれから使ってみて、よかったらリピートしたいなと思ってるんですけど、こちらのハンドクリームはお値段の方が1944円でした。こっち側のキューティクルオイルは1620円でした。続いてこちら私の大好きなお店なんですけど、ラクレでお買い物してきました。モノトーンやったりとか、ホワイトインテリアだったりとか、まあ、グレーとかホワイトグレーとか、もうほんまにシンプルな雑貨がたくさんあるので、シンプルな雑貨が好きな方にはもうすごいおすすめのお店になってます。なので私よくここでお買い物することが多いんですけど、今回買ってきたものはまず
こちらの折りたたみ水切りトレーになります。こんな感じですね。後ろにね、使用イメージが書いてあるんですけど、普通にね、こんな感じで水切りトレーにもなるし、鍋敷きにもなるみたいです。これがね、収納してる写真なんですけど、もうこの大きさの状態で収納できるみたいなので、あんまり邪魔にもならへんかなと思って、私いつも洗い物終わったらそのままキッチンのね、上のところにこう洗ったものを置いて、で最後に台を拭くようにしてるんですけど、やっぱこういうのを使おうかなと思って買ってみました。開けるとこんな感じになってます。こうね、広げて使うんですけど、これね、シリコンやからめっちゃ柔らかい。こうやったら鍋敷きにもなるよっていう感じですね。ほんまにね、すごいコンパクトなんで使いやすそうです。で、こちらのお値段は2500円になります。続いてこちらのカーペットクリーナーになります。これね、昔からずっと狙ってる商品なんですけど、今日やっとゲットしました。はい、開けるとこんな感じになってます。すっごいね、シンプルでしょ？めちゃめちゃシンプルなんですよ。横ちょっとね、A 字が入ってるんですけど、これね、ここをパカって出すと、でね、クリーナーになってます。こう、まっすぐの状態のやつしか使ったことないんですけど、転がしやすそうで、使うの楽しみなんですけど、でしまう時も普通にここにこうやって入れるだけです。とりあえず、こう、もう、デザインがすごいいいなと思って、そう、昔からずっと狙ってて、すごいね、コンパクトなんで、置いててもね、全然邪魔にならないので、これほんまに、やっとゲットできてよかった商品です。で、こちらの値段は、2000円になります。続いてこちらの、トゥースブラシホルダーになります。後ろに吸盤がついてるので、その吸盤をくっつけて、歯ブラシを収納できるようになってるんですけど、これはただ単に歯ブラシを収納したいなと思って買ってみました。とにかくね、ここのお店はデザインがすごいシンプルで、すっごい好きなんですよね。あとね、こちらも後で取り付けたいと思います。こちらお値段は900円になります。続いてこちらのスタンキングバスケットになります。ランドリーバスケットですかね。なんか大きさが3つぐらいあったんかな。これがちょうど真ん中の大きさやったと思うんですけど、今2つ買ってるんですけど、大きさが洗濯機の上に2つ並ぶかちょっと微妙やったんで、とりあえず1つだけ買ってきました。並びそうやったらまた追加で買おうと思ってます。こちら色も結構いろんな色があって、ホワイト、ブラック、ダークグレーやったがあったと思います。で、こちらお値段が1600円になります。で、リピート商品なんですけど、こちらのエアフレッシュナーとルームミストになります。これね、2つとももう買ってる商品で、こっち側はかけるタイプのエアフレッシュナーになってて、匂いがね、すっごい良くって、匂いはね、3種類あります。私はでもいつもこのフルーティーのクラシックペアの香りを使ってます。で、今これを使ってるのは車で使ってるんですけど、クローゼットにも使おうかなと思って今回2つ追加で買ってきました。こちらお値段は300円になります。生活臭が気になるキッチンあったりとかトイレとか、まあ私が使ってるように車とかに使うのがすごいおすすめみたいです。ちょっと忘れてたんですけど、こちらもね、買ってました。ジェルフレッシュナーっていうやつなんですけど、これもね、消臭剤になってて、これももう使ってるんですけど、今は車で使ってます。ほんまにね、めちゃめちゃいい匂いするんで、かなりおすすめです。これはね、トイレかお部屋で使おうかなと思って追加で買いました。匂いが気になるところに、好きなところに置いてもらったらいいんですけど、一応ここに書いてるのは車とか玄関トイレ用って書いてます。こっちもね、クラシックペアの香りになります。で、それに合わせてこのルームミストなんですけど、こちらも今寝室でも使ってるものです。1階にもね、1つ欲しかったので、こちらも追加で買ってきたんですけど、天気がいい日はお布団干すんですけど、天気が良くない日とかは干せないので除菌をね、するようにしてます。で、こちらのお値段は1000円になります。で、すいません、こっち側が700円になります。で、コロニーでも2着だけ服を買ってきました。みももさん、どこで服買うんですかっていう質問結構いただくんですけど、私最近はこのコロニーのお店が多いですかね。他のとこでも全然買うんですけど、ザラとかも買うんですけど、ザラね、ほんまに自分の好き
なデザインの時と全然そうじゃない時の差がすごいので、こう自分の好みの服がある時はすごいザラ買うんですけど、いつもね同じような格好してると思うんですけど、すごいあのカジュアルな服ばかり買ってます。でこのコロニーのお店が結構私が好きなデザインやったりとか、シンプルやしカジュアルな感じなんで、コロニーでお買い物すること結構多いです。ちなみにこれロングワンピースなんですけど、これもねコロニーです。で今日買ってきたものはこちらのねレギンスになります。でね今すごい流行ってるんで、いろんなお店で売ってるんですけど、前も言ったんですけど、結構ダボっとした T シャツとかにこういうねレギンスを合わせて、でスニーカー履いてキャップかぶってみたいなコーディネートが多いの でこちらはお値段の方は2495円でした。で次はもう冬服なんですけど、こちらのパーカーになります。生地はねこんな感じでモコモコしてる感じの生地になってます。すっきゃなーってママに言われたんですけど冬はこういうねパーカー着ることもかなり多くって、これにもう普通にパンツ履いてスニーカーっていうようなコーディネートが多いです。ここにねこうポケットがついてるんですけど、でこちらのお値段は3995円でした。で次が最後なんですけど、フランフランにも行ってきました。こちらのアロマ加湿器になります。すごい見た目がシンプルで 2way になってるんですけど、こうやってね使うこともできるし、上の部分が取り外せるのでちょっとちっちゃめに使うこともできるみたいです。お店にも飾ってあってすごいねいい匂いしてたので、わあいいなと思って買いました。これからねこう寒くなってきて暖房つけることが多くなると思うので、ちょうどいいかなと思って今年はねこれを使いたいと思います。でこちらのお値段は8800円でした。で今のに合わせてこちらのアロマも買ってきたんですけど、こちらはホワイトムスクの香りになります。お店で使ってた匂いが多分このホワイトムスクですっごいいい匂いやったんで、これにしました。で今回の購入品は以上になります。いつもね私がよく買い物するお店ばっかりなんですけど、シンプルなものが好きな方はもう絶対にラコレとか、コロニーもね服だけじゃなくて雑貨も少し売ってるので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。